こんにちは。秋になると天気が周期変化しますが、その様子を今日の天気図で見てみましょう。青い曲線、高気圧が連なった気圧の尾根です。気圧の尾根が近づいて、今日は関東地方で秋晴れになりました。しかし明日の予想天気図を見ると、今度は低気圧が連なった赤い気圧の谷の中に入り、天気がぐずつく予想です。ただこの気圧の谷が抜けると、また大陸には気圧の尾根が控えているので、また晴れてくると思われます。このようにして秋の天気は周期的に変化するのです。